はい、皆さんこんにちは、あちでございます。イエロートラックね、私いつの間にはレベル30です。エリート評価 6.7、 いいのか悪いのかあんまよくわかんないですけどね。今はこれフランスですね。あ、なんかそういう交通規制など出るんですね。まあそんな出しませんけどね。17万ユーロ、もう17万ユーロまで車買い替えてね、もう走ってもう17万ユーロまで貯まってきましたよ。さあちょっと、そういやなんだっけ、あれ、あ、トラックマネージャー、トラックマネージャーでですね、私のスカニア R、 あれどっちだっけ、 S か R か忘れちゃったあ、ドライバーがいないんでこっちだね、 S だね。S が私の乗ってる方なんで、あ、まだ取ってないんだね、なんていうの、なんていうんだろうね、ドライバーね、もうね、ボケボケです。さあ、じゃあどうしようかなというところなんですけど、乗り換えましょうか。もう十分。DAF2021 っていうのは乗り慣れました。で、これにしてどうしたらいいの？乗り換え？配置？あ、乗り換えだね。DAF2021XG プラスをクレルモンフェランへ送り、スカニアハイルーフに乗り換えますかと。はい。また場所移動しちゃうのかな？それともしなくていいのかな？で、ドライバーやってみましょうか。移動しちゃった。どこここ。地図、あ、ワールドマップね。ん？まだフランスにいるね。いやいや、これはいいことじゃないですか。ナビゲーションリセットではですね、あれ、フランスに車庫買ってたんだね。じゃあね、まずね、ドライバーやってみましょう。これ言ったら怒られるかもしれないですけどね、海外の方にも。まあこれだってグローバルなんていうの？アイコンね、これね。要するに言葉の壁を越えて誰が見ても分かるようにしてくれてるんですけど、人雇いたいんだけどそこが分かんない。これ分かりにくい気がするんですよね。ああ、サービス。あ、これか。これがサービス。最近私ね、Google のね、アイコンあるんですよ。Google が用意してる。まあ、Android にも実装されてますし、あと、Chrome かな？アイコンあって、それをちょっと見に行ったんですけど、やっぱりどうもね、私はあえてよく言うんですけど、2バイト文字の国の人と、シングルバイトの文字の、マルチバイトの文字の人ね。それとシングルバイトの文字の人って私言い方するんですけど、開発してるとマルチバイトの国っていうのは我々日本語とか韓国語とか、まあ要は変換がある、中国語とかもそうですね。まあでも中国語はね、なんかピンウィンでしたっけ、なんか特殊な、またなんか入力の仕方するとは聞いてるんですけど、よう分かってないんですけど、あとシングルね、アスキー文字、ABCDFGK ですねのところで、やっぱり感性が違う気がするんですよね。だからこのグローバルなんちゃら、あ、グローバルアイコンみたいなの、グローバルデザインだ、これ見てもね、っていう感じになっちゃうんですよねまあ私だけかもしれないですけども、そんな感じでやっていきましょう。人材派遣会社、あ、ここでいいんじゃない、ドライバーを雇用、人材派遣ネットワーク、人材派遣会社を多く見つければより多くのドライバーから幅広く選択できますと。で、どうすればいいのこれ私。はあ、なんかルールが変わってんだよね、前とね、仕様が変わってんで、どうしたらいいのかさっぱりわかんない。あ、ここ、これかこれをマウスホーバーしなかったらわかんなかったよ。あ、なんかえらい見方が変わった。やっぱね、私ね、基本はパンチの強い人で選びたい。あー、でもこれなんか凛々しい人だね。あー、これスタッフの人なのかな。でも今だったら AI で作れますもんね。ちょっと、あ、でも違うかな、シンディローパーみたいかなと思ったけど、ちょっと違うわね。
ねえ、本当に。いや、なんか本当デコに鉄板入ってそうだね。はい。いや、あんまりね、評価の高いドライバー使おうとは思わないんで、高いからね。あれ、私この人前、前に雇ってたのか、この人。記憶あるわ。なんで出てきてるのと思って、今も雇ってると思ってましたね。なんか格闘家でいそうだね、こういうのね。ウィル・ワイさん。誰やどうかな。この人も雇ってた、私がね。今回この人にしよう。はい、これをしましょう。フランスに来てもらいましょうか。で、この車割り当てましょう。いい車でしょう。はい。いや、稼いでくださいよと。で、17万ユーロもあるんで、私ね、やっとです。トレーラー購入。これだ。どうしよう。どうしようかな。増えたのかな。なんか増えてる。これ多分木材とか積むタイプじゃないの。なんか増えてるわ。こんな重量物はいらない。これいいかもね。スチールダンプ。これ短そうだもんね。一時はね、冷凍車引っ張ってましたけど、これ家畜とかかな。他はまだ解除されてないんだ。なるほど。でも私1個持ってたよね。すでに1個持ってたと思うんですよ。トレーラーマネージャー、ほらね、ウッドフローフラットフィットっていうのを持ってて、これ使用率 100% だ。すごいね。じゃあもうこの手のものを持ってるので、今度は箱買おうか。カーテンサイダー、ちょっと安いのでいっとこう。これね。で、構成をカスタマイズ。どうできんのこれ。何これ、接続タイプ、なんだこれ。いやいや、こんなのつなげない、恐ろしいことになるんで。ボディ、初めはノーマルでね。何これ、トレーラーコンフィギュレーション、なんだシャーシ、なんだスプレッド、上げれるやつね。そう、これ操舵式ということはあれだ、 4WS みたいになってんだね。後ろが逆に曲がるってやつ。ほー、ごめんなさい、今コーヒーいただきました。なんかいい。なんか魅力的に似てた、この形。シンプルでいいじゃない。いいわ、これ。おとなしそうで。めちゃくちゃ気に入っちゃった。だって他長いもん。ほら。これかわいい。もうなかったんですよ、これ前。私がやってる頃なかったですね、これ。ペイントジョブ。私白だからね。いい色だ、これ。なんか自衛隊にいそう。でもやっぱ白だろうね。ちょっと待って、どういうことこれ。カスタム3。私めちゃくちゃ好きな色だわ、このグレー、艶消しみたいなね。なんでもいいわ、めちゃくちゃかっこいいわ。これちょっとダメだね、この色も、この色使いもいいな。でも白で引っ張ったら合うのかな。この色の配り方もいいね。いや、どちらかというと単色好きなんですけど、これはこれでいいですね。キャノピーだって。これはちょっとダメ、私。悪くないな。これも悪くないね。色の組み合わせが私好きですね。これは、ダメですね。もうダメ。ダメ。いや、こんなことで怒られるわ。いや、もうここまで来たらあれだね。メーカーの色になるんで。最初は無難にしろかな。いや、でも。いいな。これもいいね。合わないこと、こっちは合わないことない気がする。
白でも、白で引っ張ってもいい気がする。あーでもやっぱり最初は白か。トレーラーでそこまで悩むのかって思われそうですけど、これ何？何のマーク？カメラモードの切り替え。いやもう十分。あーいいな。あとは？あーここら辺だね。あんまゴテゴテしたくないんで。あーでも待てよ。うわーこっちの方がいいかもしんない。あこれはいらない。あーちょっとゴテゴテしたね。おいい。えこれどう違うの。あらおやインって書いてるだけ。保冷式。あこれ保冷式なんだ。冷蔵か。サービスエリア行ったらうるさいやつですね。すごくもうずっとコンプレッサーでしょうか回っててね。もう社畜じゃねえ社畜でどうする。車中泊やってる時にもうやっと寝たかなと思ったらうるさいな、なんだろうと思って横見たら横にトレーラーが止まってるってね。まあ、トレーラーが一般のところもう一般のところまで割り込んできて止めてるっていう。まあ置けないから仕方がないんでしょうけどね。サイドドア、あそうか。いやこれだとダメだな。あどうしよう。一般荷物にするか冷蔵にするかだね。でもね多分ね一般の方がね安いんですよ。あの仕事が安いんですけど、こっちだったら冷たいの乗せて走れるっていうんで、まあ序盤はこれでいこうか。後で帰れるもんね。さあじゃあねいろいろ見ていきましょう。これは何。あースタンダードウインカーか。あーいやいらない、スタンダードでいい。これは何。あプロテクションか。これか。あこれはね私結構好きなんですよこれね なんかこれね、この車止めだね。サイドスカートって言われてもね、あんまりかっこよく見えないのよね。それだったら箱の方がいいじゃないっていうね。これはサイドスカートよりもね、箱の方がいいなと思います。ペイントボックスの方がいいね。あ、でもこれあれなんだろうね。右側通行だから、おそらく、大抵右側通行なので、右側にこの手のやつ置くんじゃない？あ、変わっちゃった？あ、変わっちゃったか、こっちか。あ、これだけで今日実況あるな。走れよっていうところなんですけど、こっち側にね、多分、あららら、また変えちゃった。いや、ごめんなさい。こうだ。で、変えるところを選んで、あ、違う。選んで、こうだね。で、こっち側に、あれなんだろうね、車止めを置くっていうパターンになるんだろうね。だって、ね、あ、でもどっちもどっちか。いやでもまあ普通止めたらね、トラック止めたらこの歩道側に降りて、こっちの方が使う頻度高いと思うんで、こっち側から降りてきて車止め使って止めてって、こっち側下手すると対向車来るもんねと思うんですよ。じゃあどうすんの、こっちこのグローブボックス開けるとどうすんだよって言われたら、あーどうだろうねっていう感じになっちゃうんですけど、こういう感じにしようかな。いやこれはこれで楽しいね。シンプルなんで。ウィンドディフレクター。ああ、こういうのか。ああ。このウィンドってどっちなんだろう。あ、ウィンドだから風か。風か。風よけ？ディフレクターってどういう意味だろうね。ああ、ちょっと今はまだいいかな。で、これは？ああスタンダードエコー。あこっちの方がかっこいい気がするけどね。でこれはん、ああ泥よけか。ああでもこっちの方が風の抵抗強そうだね。あーどうしよう。まあとりあえずなしでいいか。あとはあれだね、ホイールとタイヤだね。
あれこのアイテムいくつかの付随するアクセサリーパーツが作れません。あまりねクロームメッキみたいなのが好きじゃないんで、ああどちらかというとカラーだね。デューティークロスだってさ、ああこれがいいかな。あこれまた何か出てる。付属するパーツアクセサリー取り外され、何が取り外されるの、なんか取り外されたかな、わかんないんですけどね。ちょっと待ってね、これよく見ないと、うん、なんか見にくい。これを変えないといけないのか。カメラモード、あ一人称視点になりました。あなるほど、これ移動できんの、できない、あできるできる、ほう、あららら、で、はあ、ああこっちの方がいいかな、うん、こっちの方がいいかもわかんないね、私としてはね。で、あとこれで正直ね、めんどくさいんですよ、これ。やりだしたらキリがないっていう。あ、でもいいかもしんない。ああ、こういうね。ああ、ああ、これいいかもしんないね。で、これがハブの、あれになるの？うん。どっちがいいだろうねこれだけで時間、あこういうのがいい私でこれ何、あこれボルトか、ナット、はあ、あまあ、尖ってんのはね、あこれでクロームなのか、何が違うか分かんないや、あこれがいいや、あこれもいいかも分かんない、あシンプルにこっちがいいかな。でタイヤランナーね、これいつもの私のご用達、おおなんか一回りでかくなったそんな気がするんですけど、そうだよね、一回りでかいよねあまあいいや、これで、あ一人称視点変えよう、おーよしこれでいこう。あとなんかあったかな、あーはい確定、はいじゃあ私引っ張りましょう。でどうやって引っ張るの、トレーラーマネージャー、あら、あ、私購入したよね。あれ？私購入してないの今の。え、私購入をしたと思うんだけど、ただいつもねチロリロリンってかなんかなるのにならなかったね。え、今のもう一回するの私。ないよね。一覧表示、マップ表示。あら。あら。変えてない気がする。え、お金いくら残ってます？あ減ってないわ。あ最低、ちょっと待って、もう一回、あ中古じゃなくてごめんなさい、もう一回見よう。ならまあカーテンサイダーでしょ、構成カスタマイズね。あちょっと待ってよ、ここだ、新規に購入で、ああら、はい、んちょっと待って、あれ私のした構成がないね、ない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 、いやトラックの場合はね使った構成が残るんですよね。あーということはそうか、一応下がって、なんかわかんないや。で、あ選べない、選べない、なので、うん、こうして構成をカスタマイズして、あーまたやり直しか、シングルでしょ、でドライブレーター、あドライブレーターね、で一軸で白で、またやり直しかこれ、やだね。左側がペイントボックスだったよね。でこれまたランナーで、もうホイールめんどくさくなってきちゃったね。あこれだったっけ、違う気がするんだけどね、これか、これだね。でボルトはこれだったね、確かね。なんか違うぞ全然、あこれか、でこれつけたんだ、あこうだこうだね。で確定したでしょ私、あまだついてないとこあるわ、ここだ。でこれをこれにしたんですよね、で確定したよね。42000ユーロ。はい。
ああ、でここにあるのでこれを新規に購入か。ややこしいね。はい。うん、格納してください。うん、そうそう、この音がいつも鳴るんですよ。はい。で、今度は、トレーラーマネージャー。あ、なんか嫌な色だな、赤色。これ。うん、これを配置替え？プライベート？使用する。ああ。これで私の乗ってるトラックに割り当てられたんだね。ああ、はい。じゃあ、これで、今度仕事だね。どこ？仕事どうやって行くの？これか。で、外部契約ね。うわ、長いこと録画してるわ、これ。で、あら？あ、カーゴマーケットか。これになるのか。なんだこれ。あ、これになるのか、私は。これでしょ？で、トラック用タイヤ。で、こう、まあ、距離で相当してるんでね、距離で照準になってんで、いやいやいや、あ、いや、行ってるところそこ。行ってない、あ、これいい。これ行ってないね。水のボトル。行きましょう。ちょっと待ってね。あ、いいね、これ。あ、いいね。あ、めちゃんこいいわ。おー、めちゃくちゃいい。ちょっと短いけどね。いや、もう私短いのも好きだからね。とりあえず今回短いのでいきましょう。で、今これスカニア、ミラー変えれるのかな。全然見てませんけど。これも全然見てませんけど。カスタマイズできるか見てみたいね。あ、久しぶりだね、スカニア乗るのね。ターンレフト？これか。あ、ここなんだ。いつもと違うんだね。はい、次のキーを押して仕事内容を表示する。ご自身で所有するトラックを使って、これフレイトマーケット、カーゴマーケット、ご自身でトレーラーを使って、さまざまな、これだ。で、これだね。はあ、お金、値段見るの忘れてた。でも自分で、あれ積んでるから、あれなんでしょうね。荷物を積む準備が、積み込み場所まで進んでください。おお、あそこだ。お、こんなんだったっけ。はあ、ここだね。おお、そうだ。日本の物流拠点もこんなんだよね。冷蔵とか、ね、私一遍冷凍倉庫かな行ったんですけど、あの、もうやばかったですね。冷凍倉庫、ああ、なんか間違えちゃった。冷凍倉庫はね、非常にもう凍えるかと思いました。ちょっと待ってね、これ、こうか、あら、こうだね。で、私いつもこのシンプルな画面。あ、でもインターフェース変わったね、GUI。で、ちょっと待ってね。カンニングします。あ、こんな感じになってんだね。わかりました。あ、小回りめちゃくちゃいいわ。ハンドル間違えましたけど、切る方向ね。こんな感じかな。いや、もう今日、ちょっと失敗したね。もう短距離走ってやめましょう。まさかこんなに時間かかると思わんかったね。よいしょ。あ、やっぱ短いとね、すごく取り回し楽ですね。あ、遅かった？遅かったかもしれない、取り回し楽だとか言っときながら。うん、完全に遅かったね。これぶつかるね。あ、ぶつかってるわ。
はい。いやー、やっぱりね、自分のトレーラー、まあ、リアルじゃないですけどね。バーチャルですけど。いや、やっぱり自分のトレーラー買ったら楽しいですね。あー、ほんと、これに、ねえ、これにこれを家にしてトレーラーハウスみたいなしたいね、本当にね。エンジン止めないといけないのね。次のキーを押してトレーラーへの貨物の積み込みを開始と。おお、そうだ、こんなんだった。時間かかるんだよね。ちょっとコーヒーいただきます。231キロですからね。どっかで寝ないといけませんね。あ、サイドブレーキ引きっぱなしでしたね。私これリアルでもするの。たまに私はリアルでもします。サイドブレーキ引きっぱなしで、ね、私の車ミッションなんでクラッチつなげたらうーんって言ってね、車がもう FF だからね、前が駆動するから。でサイドブレーキは駆動輪にかかってんだっけ。いや違うね、サイドブレーキは駆動輪にかかってるって聞いたような気がしたんですけど、でも FF でサイドブレーキ入れながらアクセル踏んだらリアが下がりますからね。ということはリアがね、リアでサイドブレーキ効いてるのかね。で前が引っ張るから後ろが下がるっていう感じだと思うんですけど、だって駆動輪にドックしてたら下がったりしないもんね、あの車体が、と思うんですけどね。え、何いきなりぶつけちゃったみたいです。あ、車がいたんだ。ほんともうね、参っちゃうね。さあ行きましょう。Go straight on. That's right. いやでもカスタムでこれちょっとミラー、あーでもミラーはこの古いままの方がいいかな、アナログミラーね。いやでも不思議な感じですね。アナログミラー、デジタルミラーっていう言い方するっていう感覚がないんでね。でもどうなんでしょうね、安全性さえねちゃんと確保できればね、ヘッドアップディスプレイ、ハドって呼んでいいのかな、 HUD って書くのあるでしょ、ね、フライトシミュレーターで戦闘機乗ってるとよく使うやつですね。はい、ヘッドアップディスプレイでそこに情報が全部乗れば、もう技術的には全然ね可能だと思うんで、そこに情報全部載せればミラーもいらないかもわかんないもんね。まあ多分安全的なものと、あと雇用を守るとか、なんかわけのわからない理由でなかなか通らないんだと思うんですけどねえ、いやーでもねー、ちょっとコンパクトなトラック欲しいなー。神さんに言ったらえらい怒られるんですけど、あでも神さんね、トラックはでも反対だったな。ワンボックスカーを買うのはすごい、トラックでも反対でもないのか、軽トラぐらいだったら、いやでもなんか反対されてたような気がするね、トラックは。ただ L ボックスはめちゃくちゃ同意してますね、もし次買えるとしたらね。夢、まあ買えるわけないんですけど、経済的に。まあもし買うとしたら、私ね、N ボックス欲しいなと思ってるんですけど、ねえ、まあ N ボックスでしたっけ、今日本で一番売れてるんでしたかね。もう一般車の台数抜いちゃったんですよね、K がね、確かね。で、まあだって今 K めちゃくちゃよく走るもんね。で、N ボックス、まあ N ボックスちょっと心配なのは燃費なんですけど、まあワンボックスで燃費求めたらダメだよねっていうのがあるんですけど、ね、でまあもし買ったら、私はもう車中泊で使いたいって言ってるんですけど、嫁さんはね、かみさんそこにバイク積むって言ってますからいやいや、やらせないよって言ってるんですけど、そんなドロドロのバイク乗せたくないからって言ってるんですけどね。もううちのかみさんはね、オフロードバイク乗りなんで、もうバイクドロドロにして帰ってくるんで、いつもね、もうそんなの、私下手するとお座敷にしようとまで考えてるんでね。あでもお座敷にしたら車検通らないんだろうね。だから何でしょう、なんか嘘っぽい、それっぽい、畳っぽい何か積みたいなーってね。昔はね、
今あるかどうか知らないんですけど、本当に昔はねプレーリーっていう日産のね、あのバンっていうかワゴンっていうか、そういう車があったんですよ。商用でも使ってたと思うんですけど、そのプレーリーがねすごく好きでしてね、うん、それをお座敷にしたいなとか言ってましたけどね、うん、昔はね。今から思えばね、中腰にもなれないからね。そう思うとね、頭の高い屋根の高い車だったら中腰ぐらいになれるとね。ただエアコン効き悪いと思うんですけどね。私前昔ね仕事でダイハツのハイゼット乗ってたんですけど、結構ね良かったんですよ。私好きでしたけどね、ハイゼット。まあね、ダイハツさんがねあんなえらいことをね、まあ不正ですか、やってるっていうの知らなかったんで、で、またね、私は大阪育ちなんで、なるべく大阪の企業を応援したいんでね、大阪発動機でしたっけ、ダイハツって。応援したかったんですけど、まあね、ハイゼットね、あんな感じになっちゃったら、ちょっとね、本当トラックの方ですけど、ハイゼットジャンボのオレンジのね、オレンジのメタリックみたいなの、いい色してるなとか思ってたんですけどね、街中でたまに見ますけど、思ってたんですけど、ちょっとね、本当車用車のハイゼット走りませんでしたけどね、エアコンも効きませんでしたけど、まあ車用車だからね、3速オートまで、まあ660でしたけど、鼻面がついて可愛い顔しましたけどね、気に入ってたんですけどね。ただ本当にやっぱり車用車の K のワンボックスはエアコンが効かないですね。まあ走りませんし、高速なんか乗れたもんじゃないですね。ランプウェイで加速しないっていう感じなんで、もう特にランプウェイがね最初上り坂なんで、もうエンジンうなるんですけど、音だけが前を走ってるみたいなね、音だけがもう30メーター40メーター前先を走ってるみたいな音してるんですけど、もう車体は全然進んでないみたいなね。あくびしちゃった、そうだ寝ないといけない。まあそんな感じで、まあね NBOX いいなっていうか、昔ね私は550の時にホンダのアクティっていうワンボックス乗ってたんで、まあマニュアルでね、当時はね燃費良かったですよ。空にだったらリッター17、18走ったんじゃないかな。当時はね、まあキャブレターの時代だったんでね、もう4輪でリッター17、18走ったらすごいいいねって、まあ空にでしたけどね、いう感じでした。まあ今はね、今の軽はうちの車は本当リッター23とかいきますんでね、すごいなと思うんですけど、だから満タンでね600キロ走りますからね、驚いちゃった。まあもっとすごいのがやっぱスクーターですね。本当7リッターとか8リッターで600はいかないか、500キロぐらい走るんですよね。で燃費が大体ね60リッター走るんで、7リッターで420キロでしょ。7リッターなわけ、もうちょっと入るわ。500キロ弱いきますもんね。だからね、今度東京行こうかなとまた思ってるんですよ、スクーターでね。なので今度もしスクーターで行くとすれば、収録するかもしれないですけど、静岡で泊まったりはしないですね。もう日もう朝の2時とかに出て10え？また無灯火か。腹立つなこれ。ハイビーム、あ、着いたね。あ、そうだ、スカニアは分かるんだ。もう罰金ガンガン食らってんね。もう止まりましょう、眠くなってんだよね私ね。そうそう、だからね収録走行ね、ブラッド動画、まあ、ブラッドっていうレベルじゃないんですけど、動画収録しようかなと、まあ、企んでるんですけどね。ただね、次は静岡で一泊って言ってましたけど、車じゃないので、いやいや、スクーターだからこそ静岡で一泊するべきだよっていうことになりそうですけども、あ、ちょっと待って、寝たいんですけど、あ、超えて寝るのかな、これ超えて寝るんだね、おそらく。まあそんな感じで、もう車中泊じゃないのでね、ヤード代もったいないので、もう一気に東京まで行っちゃおうかなと。で、
おそらくですが、あれなんですよ。もう8リッターぐらいで東京行けちゃうと思うんで、だいたい1000円ちょっと、あのガソリン代ね、1000円ちょっとで多分東京まで行けると思うんですよね、スクーターだったら。まあ、なかなか地獄だと思うんですけど、そんなことを企んでいます。ね、静岡でね、静岡いいとこだから、みたいなんで、前回ね、あ、ちょっと待って、私今どこ走ってんの？眠れないな、これ私。いや、あ、左側か。こっちだね。閉まったね。あ、でも取り回し楽だわ、めちゃくちゃ。私、右側で寝るんだと思ってました。なんかやばい気がするね。思ったほど切れてくれない。はい。ハンドル間違えちゃった。で、まあそんな感じでね、ちょっと企んでいたりします。で、ね、だからもうどこも今回は寄らない。寄らない感じで、東京に行くだけっていう感じでしょうか。で、ちょっとね、ほんと、観光とかもしたいんですけども、今回はそういうのが目的じゃなくて、ちゃんとね、行く目的があるので、なんかね、当たってる気がします。当たってるね。コンコン当たってるね。今の音は何？寝ていいって音？はい、エンジン止めましょう。あら。あ、エンジン止まってたのか。あら？寝れません。なんかもう、寝るのに大変なことになってるね。いや、エンジン止めても寝れないんでしょ？もうちょっと下がらないとダメなんでしょ、多分これ。疲れてきました。うん、駐車できる。うわー、ブラックアウトしてる。まさか横？ここだよね。次のキーを押してエンジン停止って言ってるんで、あ、休憩できるわ、よかった。はい、ゆっくり寝れましたね。じゃあ行きましょう。ライトついてる？あ、ついてんね。もう昼間もライトオンにしたいんですけどね。結構今回も罰金食らっちゃいましたので。さあ行きましょう。これもう1時間ぐらい収録してんじゃない？ああ、もうね、うちの皆さんが、従業員の皆さんがもう稼いでくれてます。ねえ。さあ。あ、仕事が見つけられず。空にで帰っちゃいました。お、また収益上げてくれましたね。私今ちょっとね、蛇行したのがごめんなさいね。右下のマップ見ながら運転してるんで、はい、じゃあ行きましょうか。目的地まであと、あ、97キロ速だね。さあ、あ、やっぱ荷物軽いや。ちなみに何トン？あ、ここじゃないね。F6 だっけ？出てますか？トン数。トン数出てませんね。ん？あ、14トンだ。え、結構重い。短いけど重いね。ちっちゃいはずなのに結構パンパンに積んじゃったのかな？てっきりね、5トンとかそんぐらいだと思ってました。いやー、あー、いいですね。蛇行してますけどいつの間にやら右車線走ってますけど危ないね。8だったらどうなるの。あ、こうなるのか。7だったら、あ、こうかね。車のカーレースのゲームするときはこの視点でやりますね。おお、おお、これ普通にリアルでやったら捕まるね。挙動不審な車がいますっていう感じで通報を受けてね。さあ、はい、はい、じゃあ出てきましょう。
ここランプウェイは40キロならないんですね、ここはね。飛ばしちゃうとこけそうなので、ん？なんか止まってない？うおー！お？お？ちょっと待って、これどう行けっていうの？こっち、これ絶対ダメな方向だよね。ちょっと待って、ちょっと待って、おまわりさん、おまわりさん、ちょっと待ってね、どうなってんの？ほうほう、おお、あ、ご苦労さんですみたいな感じなのかな。ちょっと待って、これいけないんですけど、迂回しろって話なのかな。前一度これでね、前にヘリコプターが、うわー、なんかある、これ絶対迂回しろって話なんだと思うんですけど、もうここまで行ったら突っ切りますよ。あー、車が横転してら、横転してます。お、ちゃんと窓ガラス割れてるわ。もう私ちょっとね、脇見渋滞と、いう感じで、ほいほい、これ行ってよかったの？はい、まあね、荷主がね、待ってるんで荷物を。はい、よいしょ。お、ちょっと待って、ちょっと待って、何？違う？逆走してるわけじゃないのね、今のペイント。ほ？あ、こっち向きの標識あるわ、ちゃんと。あ、ひょっとすると右側通行、左側通行が入れ替わったのかな、一瞬。そういう道あるんですよね、確かね、ヨーロッパって。ヨーロッパだっけ？違うとこだ、あ、南米だっけ？だからとんでもない道あるんですよね、何回も何回も入れ替わるっていう峠道で。右と左が入れ替わる、今のようなペイントが山ほどあるっていうね。事故らないのがおかしいわっていう感じするんですけど。さてさてさてと、さてと、はい、よっしゃ。いい天気ですね。今年の夏は本当暑いね。これエアコン壊れてる家とかもひょっとしたら多いんじゃないのかなっていうね。こんだけガンガン回してたら、あ、まあ、ここじゃないの、まだ向こうなんだね。あ、ここか。はい、はい、ここ80キロで走れてるのね。ああ、私ヨーロッパなんか走ったらケツ煽られまくられるんだろうね、バンバン。そんな気がするわ。こんな道で80とか言われたらちょっと私もう、これだから一般車だったらひたすら90とかでしょ、これトラックの規制かもしれないんで。こんなとこトラックで80で走ったらえらいことになるね。はい、ちょっとエンジンブレーキをかけました。はい、曲がっちゃいましょう。おお、今度は30キロになったんだろうね。なんで、あー、何これ。おー、ヨーロッパにもこういうのあるんだね。ね、大型ショッピングモールとか行ったらこういうのありますけど、
グランガランってなるのね。はい。あ、今進入禁止のマーク、これ左ね、左手に見える進入禁止のマーク一緒だね多分に、ね、これ進入禁止のマークだね多分ね、日本との同じだと思いますね。ね、天下一品みたいなマークですけどね、あの自動運転の AI が天下一品の看板見ちゃうとね、え、進入禁止だと勘違いして動かなくなるってね、もう入っていけなくなるっていうのは聞いたことあるんですけど、はい、これ中入っていいんだよね。はい、はいはい、荷下ろし場所へ進んでください。あ、しばらくこのトレーラーで仕事を受けましょうかね。こっちだよね、うん、これはもう工場なんでしょうね。こ、あ、工場というか、あの、もう敷地の中なんだよね。はいはい、はい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 、ちょっとオーバーランしてますけど、すごいね、敷地の中でもナビゲートしてくれるっていうね。これ右にあるの鉄道だよね。あ、レールあったね、そういえば。あら、あ、しまった。今ね、テンキーの4と4を押したつもりだったんですけど、エンターキーを押したんで自動で駐車しちゃった。ああ、駐車したかったのにねと、じゃあね、というわけでこの辺で終わっておきたいと思います。トレーラーデビューでしたね。あ、ここにトレーラー映ってほしいね。うーんと、まあそんな感じで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。